い、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、感激日の What's in my work をしていきたいと思います。ちなみにね、今日はオーシャンズイレブンかっこ空組を見に行きます。めっちゃ楽しみ。キキサマラスティあーって感じなんですけど、ほんとフェイシティフェイシティ運命を変えようって感じですね。ほんとやばいし、もう初日映像を見るだけでね、もうマカゼさんのね、ダニオシャも絶対かっこいいし、マドカちゃんのテスも絶対綺麗だしって感じで、もうテンションが上がりまくりなんですけれども、もう心して今から見に行きたいと思います。まあ What's in my bag ね、久しくしてなかったんですけど、割とねもう一度やってほしいということでリクエストもいただいていたし、まあ感激日ということで普段の持ち物プラス何を持っていくか紹介できればなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、では今日のバッグはこちらのゾウさんの柄のアンティークっぽいヴィンテージっぽいバッグになります。このバッグはヴィンテージではないんですけど、父が本当に私たちが小学生くらいの頃かな、小学生くらいの頃にタイに出張に行った時にお土産として買ってきてくれたバッグなんですけど、かなり可愛くて、しかも A4 のファイルも入るし、このね取っ手との色合いとか、このねアップで見た時のこの柄とか、もうすごく好みすぎて、このバッグはすごくヴィンテージっぽいから、私が持ってる服とすごく合いやすくて、めちゃくちゃ愛用しております。まあでもね、なんか9点とかでバッグのめちゃくちゃこう商品詳細にいっぱいバッグが入っているサイトとか見ると、結構似たようなバッグとか、なんだろうな、似たような雰囲気のバッグがいっぱい売ってるのでね、また違う種類も欲しいなと最近見てるので、もしよかったらぜひ見てください。まあ感激日はさ、やっぱりちょっと荷物が多くなっちゃうから、割とちっちゃいバッグの日もあるけど、これくらいのバッグのサイズがちょうどいいかなと思います。じゃあこのバッグの中身を紹介していきます。はい、じゃあまず携帯ですね。これは iPhone8 です。でケースは韓国のお土産でもらった私の大好きなジブリっぽいケースになります。はい、じゃあ次はお財布になります。これはバレンシアガのミニ財布ですね。これは私の親友がですね、この前の私の誕生日プレゼントでくれたやつで、めちゃくちゃ使いやすいので、もうこれでもかっていうくらい愛用してます。本当にね、この手のひらの半分くらいのサイズで、しっかりカードとか小銭にもお札も入るから、もうめっちゃ使いやすいです。ゆき、ありがとうございます。はい、で次はメガネになります。一応2ウィークのねコンタクトをしっかり入れてるんですけど、たまにね、今まで舞台見に行った時にもう泣きすぎてコンタクトが落ちて、どうしよう、片目何も入ってないって時がね何回か続いたことがあったので、もうそれからはずっとメガネを持ち歩いて、何かあった時はメガネかけてこうギュッと見るみたいな感じにしてます。これはジーンズで購入したメガネなんですけど、丸メガネで、この色味とかもすごく可愛くて気に入ってるんですけど、今ちょっとコンタクトの上からメガネしたらめっちゃぼやける、めっちゃ頭痛くなりそう。びっくりした、壊れたかと思った。なんか色全部出てきた、もう疲れた。ああ、おじょ。おじょ。はい、そしたら次はこちら私の必需品の AirPods になります。私はずっと生で持ち歩いてるんですけど、なんかさ、そろそろさケースつけたいなと思って、最近めっちゃ可愛いケースいっぱいあるじゃないですか。チャーリーブラウンのね、ケースとかめっちゃ可愛いから、最近ずっとサイトを見てます。で次はこちらポータブル充電器ですね。これはコストコでね2個で3000円くらいで購入した安いやつなんですけど、まあ、地味にずっと壊れないから2回分充電できるのでずっと持ち歩いてます。まあ、携帯の充電なかったらねやっぱり気狂っちゃうからね。まあ、そしてね、感激時に何よりも大切なオペラグラス。これはねキャトルレーブで購入して、もう宝塚のファンならみんな持ってるんじゃないかって感じの、オペラグラスなんですけど、くーちゃんどこ行くの？もうこれはさ、使いすぎてさ、この5組のマークとか入ったやつも全部剥げちゃってるんですけど、スミレ色で本当に宝塚仕様なんですけど、1個ね2500円とかだったかな、結構安いし性能もいいからすごく愛用してるので、宝塚ファンじゃない人もぜひね、オペラグラスがいるときはキャトルレーブでお買い求めください。しかも結構ねサイズ感がちょうど手のひらに収まるサイズで持ち歩きやすいんですよね。
で、香水はね、日によって持ち歩くものが変わるんですけど、今日はジョー・マローンのピオニー&ブラッシュスウェードというコロンを持っていきたいと思います。ジョー・マローンはさ、やっぱりいい匂いだし、でも割と癖も強いけど、薄くつけたらすごく大人っぽくて雰囲気も変わる香りになるので、すごく愛用してます。はい、で最後にね、いつも持ち歩いてるこの必需品ポーチです。まずこのポーチは奈良屋のポーチになります。このね、扉を開けると手鏡がついていて、手鏡、まあとりあえず鏡が入っていて、でここはポケットになっているし、でこれがすごい柔らかい素材なのでね、すごく物も入るし、でもへこましやすいしって感じで、ちっちゃいカバンの時もかなり有能な存在なので、もう 2,3 年ずっとこのポーチを使っています。最近ね、これ紺色なんですけど、黒色ブラックも新調したので、まあ、そっちに入れ替えるかちょっと迷ってます。でもこれ愛着あるから迷うわ。奈良屋はタカラジェンヌさんもすごい御用達のブランドで、なんかバッグとか衣装バッグとかに使ってたりとかされてるからね、すごく好きなので、まあ、縁深くて、まあ、今日の感激にもぴったりなんじゃないかなと思います。でここチャックを広げると、もう本当にね、大量に入ってるんですよ。まあ、中はね、一部紹介したものもいっぱいあるんですけど、まず今日つけているリップを持ち歩きます。これはね、こんな感じの朱色のリップで、メイベリンのカラーセンセーショナルリップ RD642 番という色です。もうすでにつけちゃってるんですけれども、まあ、上から重ねるとこんな感じで本当にはっきり発色してくれる朱色のリップで、とてもお気に入りです。なんかこのワンピースとすごく色味が合うので、めっちゃいいと思います。メイベリンのリップってすごくね、色味が可愛くて、結構細かい色の調整が多いのですごく好きです。コンタクトの予備、まあこれもね、一回神々の土地でも号泣しすぎてコンタクト片方ないっていう事件があったので、それから予備を絶対持ち歩くようにしてます。で他は以前紹介したワッツインマイバッグと中身が被るところもあるんですけど、ワセリンのピンクリップ、今つけてるツーウェイ用のコンタクトケース、ディオールのリップマキシマイザー、エテセのオイルブロックベース、絡まないヘアゴム、家の鍵、オペラのリップティントのオレンジとコーラルピンク、あとは低血糖予防のアメちゃん2つ。はい、こんだけ入って空っぽになりました。もうこのポーチは本当に便利すぎて、もう本当全人類におすすめできるポーチです。これもね、母の友達がくれたポーチなんですけど、すごく使っております。ありがとうございます。まあだから感激日にいつもと違う持ち物といえば、メガネ、コンタクトの予備、あとはオペラグラスくらいですね。で、まあ2回目の感激とかだったら、もう必ずプログラムとか、まあその他グッズを持って行ったりもするんですけれども、今日はオーシャンズイレブンをね、初めて見ますので、別にプログラムはないんですけど、もう本当に楽しみー、もう聞いたって感じです。ちなみにね、冒頭でもオーシャンズイレブンを今日感激しに行くということをお伝えしたと思うんですけどね、今日の感激ファッションはこんな感じになります。今からね、3時公演を見に行くんですけれども、まあ、今日はこのね、トレンチコートが私的には主役でですね、実はこのトレンチコートをザラで購入した、まあ、ライン入りのすごくね、お気に入りのこんな感じのトレンチコートになるんですけれども、最近キキ様がですね、入り待ちの写真ですごくね、この白と赤のラインにもう一本黄色のラインが入ったような、すっごい似たようなトレンチコートを着ていてですね、で、まあ多分私が持ってるもう数倍何倍も高い、お高いね、お洋服だとは思うんですけれども、もう私的にはめっちゃ似てるみたいなめっちゃ似てる、やっぱ運命なのかなって思って、もう私はそのトレンチコートを着ているキキ様を見るために、あ、お揃い、今日もお揃いみたいな感じで、もうテンションが上がっているわけなので、まあこのトレンチに合わせて、この前紹介したこの GU のね、 A ラインワンピースを合わせました。すごくね、色味的にも合うかなと思います。でアクセサリーもここにね、あのラティスでこの前購入品動画で紹介したチョーカーネックレスをつけて、まあ、若干ね、ラフすぎない格好にしてみました。なので今日はこの服に、このバッグを持って、ちょっとこうやっぱりロンドンガールっぽく今日も行きたいと思います。はい、ということで今日の動画も以上となります。バッグの中身いかがだったでしょうか。いいねとか、オーシャンズイレブンいいねとか、バッグの中身ね、それ欲しいとか、あれ欲しいとか思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。目悪すぎとかね、コンタクト落としちゃダメだよって思ってくれた方チャンネル登録と高評価お願いします。YouTube の他にも Twitter、Instagram もしております。概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバーイ、オーシャンズ楽しんできます。聞きちゃいました。はい、じゃあ今日はワイドスクワットを100回していきたいと思います。はい、じゃあ始めます。1
やばない、この顔。